んとおとなしくしててね。人助けはプロに任せてちょうだい。騒ぎを起こしたくはない。迷っている暇はない。生死虚実、一年の間なり。同天元気、勝負一角。頑張っているというのに、おとなしくしているわけにもいかないだろう。下手に動くな。妖精から派遣されてきたばかりなの。おとなしくしててねって言ったのに、あんた刃物が見えなかったの？怪我でもしたらどうするつもり？あのまま僕がじっとしていたら君が傷つくことになっていた。は？もともと運気軍はあんたたちを守るための存在だよ。さあ、この辺りはもう戒厳令が敷かれてる。私もちょうど一般人を避難させてるところなの。ついてきて。安全なところまで案内するから。そういえばなかなかの運気喪失だったね。どこの隊？そっか、じゃああんたも一般人だね。ならついてきて。お嬢さん、先週で何があったんだい？今まで行商してきて、聖査会がこんな風になったのを初めて見たが。それは、言えない。というより、私は一般人の救助を命じられただけだから、正直知らないんだ。とにかくついてきて。それからそっちの無口な人。あんた名前は？登録する必要があるんだけど、空欄ってわけにはいかないでしょ。俺はタンコ。ここには旅行で来ていて、これから友人たちと合流する予定なんだ。申し出には感謝するが、俺は一人で港を出られるから必要ない。ダメダメ、
こんな状況じゃ星槎界には誰もいないって。あんたの友人たちも無事ならきっと今頃安全なところにいるはずよ。心配せず私についてきて。目的地に着けばきっと会えるから。僕の名前は聞かなくていいのかい？さっきの戦いで自己紹介したでしょ。ラセツね、ちゃんと覚えてるわよ。それじゃあ出発よ。ちゃんとついてきなさいよ。運気軍師匠がみんなの身の安全を保証するから。あ、そうだ、後で二人とも紙に名前を書いてくれないかな。あんまり字を知らなくてさ、書き間違えたらいけないし。えへへ。